私のツイッターは、平野紫陽さんの誕生日のお祝いでいっぱいです。いい気分。今日1月29日は、私のアイドル、平野紫陽の誕生日です。そして、このビデオを見る人は、彼の忠実なファンであると確信しています。こんにちは、皆さん。今日は特別な日、平野紫陽さんの誕生日をお祝いする日です。私のツイッターは、彼のファンたちでいっぱいで、みんなが一緒になって、幸せな気分になっています。 2023年は平野史陽さんにとって大きな試練の年でした。26歳の誕生日を迎え、古い仕事を辞め、様々なプレッシャーにさらされる中で苦しむ姿を見て、心から共感しました。しかし、2024年が始まると同時に、彼には素晴らしいニュースが舞い込んできたようです。才能と尊厳が彼を支え、彼は逆境から這い上がり、ますます輝いています。 私たちは彼の成長を見守り、彼のファンであることを誇りに思っています。彼が私たちに伝えてくれる力とエネルギーは目には見えませんが、確かに感じることができます。グループ全員がキャンドル、花、キャンディー、ケーキで飾られた彼の誕生日を一緒に祝うのを見るのは、とても温かくて素敵な気持ちでした。誕生日ケーキを一人で静かに楽しむことも素敵ですが、私たちのファンコミュニティも同じくらい愛に満ちています。 タイムズスクエアに投稿された画像を動画で楽しむ瞬間は、まさに家族のような気分になれます。昨日のナンバー、アイミーティングも大成功で、多くの方に来場いただきました。イベントを楽しむだけでなく、お土産までたくさんいただき、翔くんの笑顔に癒されました。彼のファンたちは本当に素晴らしいですね。翔くんは26歳の誕生日に、髭が似合うかっこいい大人になりたいと話していました。そして、 その言葉通り、ハンサムな髭が彼に本当によく似合っています。池王子のような存在ですね。彼女の成長も感じさせられ、ますます魅力的になっていく彼を見て、ファンとしての誇りが募ります。早めに行われたお誕生日会では、ケーキを褒められて喜びに包まれた様子が伝わってきます。可愛く飾られたケーキの周りで一緒にお祝いすることで、本当に幸せな空間が広がりますね。最後に、 翔くんがいつも幸せで健康であり、キャリアでますます成功を収めることを願っています。彼のこれからの活躍に期待して、一緒に彼の素晴らしい旅を応援しましょう。彼のファンでいることは本当に素晴らしい冒険です。